皆さんどうもこんにちは、釣り YouTuber の岩田治病です。そして相川桜です。からのジャモンズです。よろしくお願いします。お願いします。さあということで、てっぺん、はい、新カードパックデビルザワイくん、こちら実装されまして、はい、新しいデッキの方を紹介していきたいと思います。今回はね、ちょっと僭越ながら私の方から、うん、デビルメイクライのパーカーを着ている岩田治病から、はい、デッキ紹介させていただこうと思います。おう、ファンデッキってことですか？ファンデッキじゃない、ガチデッキ。なるほど、撮影までちゃんとやってきた。ただ正解はまだ分かりませんね。はい、はい、ということでこちらのデッキです。はい、真の力ネロ、はい、ということで私やっぱりね、新ヒーローとしてネロが追加されましたんで、うんうんうん、やっぱりねネロを使っていきたいと思いまして、はい、今回選んだ、ヒーローアーツが、まあ、真の力にしました。でですね、まあ、こちらのデッキなんですけども、まあ、前回チョモスさんがデビルブレイカーのネロのね、うん、ホンダネロを上げてると思うんですけども、うん、あれ見ててもねやっぱね分かんない。うますぎてチョモスさんがもう頭の中何考えてるか分かんない。僕は逆に分かりやすいと思います。分かりやすい、うん、そう、もっとこうした方がいいよっていうのが出てくると思うということで、はい、まあ、まずねコンセプトは、まあ、成長ですよ、はい、成長で、このネロ、ネロ、そしてそれを支えるエヴァ、エヴァ、おばあちゃんですね、ネロのね、はい、エヴァ、こいつでネロとかを成長させる。でもちろんチョモスさんの大好きなエドモンド・ホンダ、はい、もうこいつはもう欠かせませんね、今回の緑には。なるほど、これで盤面を処理しながらボードを作って敵を倒していく。そしてですね、まあ G、 これはね最大10点、ま、はい、ライフが削られてなければ10点ボーンと出ると。こいつもやっぱねボードを、だから真の力なんで、うん、そのこいつをレベル2にしておいて相手がバンユニットカード出した時にタイミング合わせて真の力で10点ばらまくとか、そういう感じの使い方が多いですね。なるほど、はい、真の力はこいつが使えるのが強みな気がしますね。ちょっとそうですね、あとはホンダとかもやっぱり即座になんかシャドーブレード感覚で出せるっていうのもありますね、うん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 、パッと打てるっていうのが。なるほど、はい、その他はやっぱり今回のただ強はやっぱりこいつなんですよ。こいつ嫌い、もうディアブロスあのね、もうこいつなんですよ。うん、すごい。いやでも6点食らっちゃいますよ。関係ないもう僕はこいつを全力でマリガンしに行きます。なるほど、うん、そんぐらい分かりやすく強い。じゃあすごい、本当に。はい、他はまあそうっすね、あとはこいつですよ、防御フィールド、チョモスさん採用されてましたね、うん、こいつめちゃくちゃ、もうこいつディアブロスにこれつけるだけでも無敵。おお、やばいんすよシールド持ちで HP が上がると、うん、なるほど、だいぶバリュー高いですよね。はい、最初はね、三角飛びにしてたんですけど、あれそういえば新カードでこういうの入ってんじゃんと思って、うんうんうん、こっちの方が強いじゃんと思ってこいつにしました。まあほぼほぼ成長持ちなのかな。うんうんうん、そうですね、結構つけやすい、つけやすいです。でこれも復興の夢、これなんか逆にね盤面が埋まってる時に回復ついでに使ったり、うんうん、あとはホンダ再利用とか。なるほど、はい、レベル3になった、まあ、使用済みのホンダをリサイクルするっていう感じですね。はい、まあこんな感じです。なるほど、完全にもう真の力の強みが出そう、出そう、いきましょう。はい、さあということで岩田さんは集中するとのことで、はい、一切喋らんと。ディアブロスいるんですよね、初手ディアブロスをキープ。喋りますね。これ気候章でした。気候章ですね。まあ、でも気候章ディアブロスの対策としては結構ただ、ね、正しい気もしますよね。
さあ22が波及していく。ヒュンビン、あ、もうディアブロさん無視していく方針。さあもう5を置けば真の力でディアブロスが完成しますね。そうなんですよ、打たないまだ。俊敏、俊敏、めっちゃ俊敏するやん。まあホンダビームでも良さそうな感じになりましたね。そうっすね、とりあえずもったいないこれあげときます。うんうんうん、シールド4倍速にはならないですからね。なったらやばかったっすねちょっと見てみたい気もしますが、これはいいっすね。いいっすね、いいっすね、いいっすね。バーサルモス、グラビモス、いいぞ。いやディアブロス行ってくれ。いいぞディアブロス、いいぞ。俺の夢を。ホンダ、ホンダが7点、バシューン。いいっすね、これはもう取ったぞ。盤面、これはもう取りたでしょう。87、下手なことはしない、要素見る。3点、バッサルモス、グラビモス、さあ、お見事ディアブロス真の力。さあ今回実況は大河桜井、解説がチョモスでお送りします、はい、よろしくお願いします。さあ初手はやっぱシンプルにディアブロスなんですよね。ディアブロスを引きに行く。ただいなかったんで、はい、これはネロからいきます。ネロから。これマリガンしても同じカード来ることあるんですね。今クシャルダウラーいたけどクシャルダウラー来ましたね。そう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 、なるほど。なんであれなんですよね。お、スクスク、スクスクネロ。おお。そしてここでティガレックス。さあこれで相打ちになりそう。これはさすがに止めたくなった。戻される、バウンス。まあうん、まあしょうがなし。ネロ再利用できそう。これをね、綺麗にホンダで取りたいですね。うんうん、ホンダ真の力みたいな感じでどうすか。ただ一体出てきましたね。なんでお願い、お願い本だって。なるほど、上に飛ぶ、はい、上に飛ばす、下に飛びましたね。まあでもっていう感じとはいえ、おお、ホンダがチョモさん、これ激おこじゃないですかホンダ取られちゃいましたね。ホンダ取られちゃいましたよ。これホンダ倒した方が良さそうですね。矢田さんの元ではやってられんと、うん、ホンダも、ホンダも怒ってます。たまらずホンダも、ホンダは許さない、許さない。いい、上げて5点。さあこれで5点か。そうだ、はい、すいません。あ、でもあ、いい感じに、いい感じですね。3点、いいっすね。さあ残り9点、相手シャドウブレード残っている。早く上げときたいですね。そうっすね、もう一回出しとくか。お、リリース、リリースは強いっすよ。封印したい。リリースはやばいやつ。封印したい。封印良さそう。ダメージもね、盤面にダメージも飛んでくるんですよね、確か。そうですね、ダメージ飛ばしながら回復してくるんで。打ち消していく。封印。しっかりと。ただ HP 差すごいな。封印していく。上のベクターを止めないとまずいっすよね。まずいっすね。盛りますか、これ。もう即時発動できるんじゃない、真の力3とエヴァと真の力で。確かにこれで綺麗に6点。止め、惜しい。あ、惜しい。いやでもこれは熱いっすね。グリッドはでかくなる前に取りたい。綺麗に
ナイス。いいぞ。まだ目はある。これありますね。さあたまらずシャドウブレイド、こっちも回復したい。これはティガレックスに気をつけましょう。そんなこと言われてもね、どこにティガレックスが出てきても常に受けれるように持っといた方がいいですよ、カードを。そんなこと言われてもさティガレックスケア、さあ、これでベルトウェイ取りたい。大きいよ。成長って難しいっすね。来た、くしゃ、むずい。これで決める。ディアマス出したら死ぬ。これ上段にティガレックス出てくるパターンが一番やばいんで、なんか何でもいいんで。あ、さあ奪われる。そこか。どうしようかな。いや、あ、いいのか。良さそう、良さそう。ただなんで、あれ？成長持ってないから。そうか、そうだ。成長持ってないから打てないんだ。これディア。ディア出したら死にます。負けちゃいますよ。そうだ。あ、6点きた。シャドウブレイド。ピン。ジョーさん、さすがですよ。で、変身して。変身して。もう飛ばすと。飛ばす。7点。これいい試合見せられてんじゃない？粘ってるよ。いや、一応ティガレックス出てくるんで、なんかユニット上に、一番上の段に構えとかないと。お、同じ同じ。おっと。リリス、リリスはまずいやつ。ベルトウェイ何か出しますか。出しましょう。いいよ、ネロ来たよ。ネロナイスはないから。ベクターはやばい。ベクターやばい。ベクターはやばい。ベクターはやばい。ベクターはやばいが点数を飛ばす術がない。かー、これ連撃空戦でシャドウブレイドか。あと2点やばい。いけ。あー、下に飛んだね、今ね。飛んだ。これ真ん中でワンチャンとかないっすか。わかんないっすけど、ちょっと真ん中どこまで伸びてたかちょっと見てなかったんですけど。あ、あー、すごい。封印厚い。すぐ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 。はいはいはい、すぐすぐすぐ。わかりました。はい、封印打ちます。封印ゲーなんです。シャドウブレイド回復してくる。いや、封印で打ち消しがなければ。あ、回復、回復あったかい。回復いいっすね。空戦つけて相手はシャ。いや、それは、ま、それはちょっとやばいっすね。いや、ちょっと怖いじゃないですか。いや、それ逆に相手にチャンスを。いや、もう打たせてくれ、頼む頼む。あー、ごめんなさいこれでディアブロス出す。ディアブロス暴れすぎ。ディアブロスはネロだな。ネロ、ネロ、ホンダ、ネロ、ネロっすね。いや、ホンダでしょう。ホンダっすか。わかりました、チモスさん。早いっす、早いっす、出さなくていいっす。 QMP で。ベクター取られた。いけ、ホンダ頑張れ。一回ホンダいけ、ホンダいけ。ホンビーム上。はい、あー、1点なら8回取れる。これ凄まじい。うわー、シャドウブレイ4コスモリー強いな。まだ目はある。ベルトウェイ倒しましょう。耐えてる、耐えてる。オーマイズは知らん。さっさと2回レベルを上げたいですね。そうっす。オーマイズで取られちゃうんで。さあ、真の力、いいとこ出したよ。いいぞ。オーマイズ圏外から逃れる。うまいぞ。ただやばい。はい、早くいける。さあ、いける。ああ4盛り強かった。頑張った。いい試合、いい試合だった。うん。
さあということでいきましょう。はい、ネルギアンってなんだこれは。25形態変化。ほう、なんか ね追加されたんですよね。 HP が15以下だと強いみたいなカードがいっぱい出ましたよね。そう、増えた。ロレントの、もう全然ね、やっぱ新環境なんでどんなデッキが出てくるのか。ロレントはおしゃれですね。わかんないですねこれね。ジノビエフ用名前出てきますね。おう、うまい。ホンダがね活躍しましたね今ね。やばい、あ、やばいっすよ。はい、椅子が。ナイス？いい感じ。ああ、ナイスじゃないですね。もう絶対壊したいですね。そうですね。勝手になってしまったが、これでいいでしょう。いい感じで。あ、点残ったか。すげえ勝てた。残念。ちょっとなんかビーストを打ちたいですね。うん、あ、もう打ちましょう。まあ、ビーストね。うん、あれでもこれでいいじゃん。まあね、いやー、こっからが大変ですよ。ロレント、さあロレント、もう相手の体力15以下なんでこっからが形態変化本番。そういう感じね。これで飛ぶよね。ちょっともったいない気もします。もったいないですか。ただ押せ押せですよ。まあ、盤面は強いですね。あ、タイエスにバフですね。やるなら。はい。早く早く早く。はいはいはい。危な。はい、すいません。ありがとうございます。破壊。あ、これあれビーストを打てば勝ちです。真ん中に。こいつ？うん。ですね。これで5点が本体飛ぶので、やった。おーい、強力なサポートありがとうございます。はい、ということで真の力ネロです。まあ正直ね、でカードね、まだ全然変わると思いますよこれ。、うん、そうですね。やっぱ見てて思ったんですけど、むずい。うんうん、むずいし、もうカードもね、うん、何が今まだ正解固まらないっすよねやっぱりね。結構その管理するリソースが成長でまた1個増えたんで、うんうん、まあまず数字な、こいつがいくつ与えればどうなるのかっていうのをまず頭に入れないと、うん、なかなかプレイ中にねその全部を確認しながらやってると間に合わなくなっちゃうんで。そうっすね、まあ、慣れですよね。慣れましょう。まあ、だそんなね時はディアブロスでパワー。ディアブロスはそうですね、関係なく強いですね。そう、はい、皆さんチュンリー入ってないよ。ヤツさん、そうチュンリーもね抜いてるんですけどね。まあただレジェンダリーってやっぱただ単純に強いじゃないですか、うん、なんでまあ入れてもいいですし、でもただ本当わかんない、まだデッキ本当1日2日でゴロゴロ変わるでしょ。そうですね、はい、まだ最強デッキ何かわかんないんで、はいはい、ということでまあちょっと参考にしてぜひ使ってみてください。デッキ QR コードはこちらです。お、目を寄せるとチョモさんの顔が出てくるようにしといたんで、お、うん、ちょっと皆さん見てみてください。交差法ね。そうそうそう、目をこうやってやるとね、うん、はい、そんな感じで、はい、ご視聴いただきありがとうございました。さよなら。